はい、でもサクッと美味しいポッキーです。今回ですね、サイコブレイク2実況プレイやっていこうと思います。前回のパートの続きですね。やっていきましょう。前回この家に逃げ込んだんですけど、ここがまだ行ってないよね。で、アイテムがここにあることを確認した。廃屋に忘れ去られた日記。今電話があった。ようやくここ数日のうちに起こった奇妙な出来事の原因が分かった。想像していたより状況は最悪だが、もう自分を偽らなくていいのが唯一の救いだ。俺は見てしまったんだ。彼らの変わり果てた姿をもう助けられない。手遅れだ。何を言っているんだ一体。まあ、とりあえずセーブポイントないっぽいので外に行きたいと思います。あ、銃。ここで？さっきお前がいてくれたらな。確かに銃のことお前っていうのいいね。俺もコントローラーのことお前って言おう。お前、今日も頑張ろう、頑張ろうな。ここかもしれないな。何が？リリーが見つかるといいんだが。なるほど。ちなみに前回のコメントでちょっと言われたんで字幕をつけました。とんでもないことになった。はい。よし。キッドか。セバスチャン。今どこにいるの？あなたを見失って。見失った？だが平和で静かな街じゃないことは確かだ。うん。良くないことが起きてるぞ、キッド。ベイカーは死んだ。殺人鬼が好き放題動き回ってる。ビーコンと全く同じだ。一体どうなってやがる？わからないわ。外からじゃ見当もつかない。ベイカーはチームリーダーだった。彼が死んだとなると残りのメンバーも危ない。なるほど。調査を続けて、情報が多ければ多いほどサポートしやすくなる。なあ、わかった。了解。L1 長押しで武器。娘を追って。ほうほうほう、いいね。ってことはなんか出てくるってことだよね、敵が。いいね、サイコブレイクっぽくなってきたね。パート1では何の攻撃もしないからね。平和で静かな街？うん。確かに静かすぎるな。確かに雨の音しか聞こえないな。なんだここの家は。ここに入るのか？痩せちゃうわ。あ？痩せちゃう。なあ！おい！おい！聞こえたはずなのに。見てみるか。なんか痩せちゃいけないみたいな言ってなかった？おい、ダイエットしてる子が聞いたらマジで発狂するぞ。開いてる。うわ、こういうとこ怖いな。食べなさい。痩せちゃうわ。ほら食べて。何何何？全部食べて。え、怖い怖い怖い。食べなさい。痩せちゃうわよ。待って、バイオハザード7にこんなとこなかった。うわ。え。え。食べろって言ってるでしょ。そんなことしなくてもいいじゃん。どうぞ。泣かないのよ、あなたのためなんだから。おいおい、行かない方がいいんじゃない、セバスチャン。あ、やばいやばいやばい。なんだなんだ。教育かな。英才教育だね、これが。やべえ、まずい。やばいやばい。うわうわうわ。早速銃とお別れ？そんなわけないよな。掴め掴め。今俺が撃ちたかったな。俺の手柄にしたかった。完全に捕らえた、セバスチャンに。あの息子は？おいおい、嘘だろ。うずみじゃねえか。待って、俺の番？俺の番？俺の番だ！いや、俺いらない！いや、セバスチャンやって！もう外す、外したからまた。俺下手くそなんだよ。倒したか、これ本当に。死んだ？ヘッドショット一発？あ、青汁。よし。
これでスキルアップですね。顔がない。なるほど、倒したっぽいな。息子は大丈夫か。死んでる。マジかよ。出れるよね。よっしゃー、お邪魔しました。かっこよくない、セバスチャン。入って5分くらいで1人化け物倒して出てきたよ。すっげーかっこいいでしょ。これが世界のセバスチャンだから。みんなよろしくな。なに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 、地震チュートリアル。こう、あ、これはいはいはい。で、弾ゲットできると。なるほどね。木箱は基本的に壊したけど、よし、ガンパウダー、ガンパウダー、ひたすら、あ、これ取れない。ギア、武器を強化することができる。へえ、そんなの前なかったよね。確か爆弾とか作るみたいなのもあった気がするけど。アイテムはマジでね、大切だからね、このゲーム。ちゃんと拾っていかないと。あー、なんだ、大丈夫だよな。車1個パチってこうぜ。ユニオンって書いてありますね。こういうとことかも行けんの？すっごい自由度高い。あ、でも見えない壁あるわ。まあ行けねえわ、地味に。結局俺は道なりに進むだけってことか。あ、やばい、疲れてる疲れてる。セバスチャン結構体力ないな。銃声。今度は何だ？あ、なんかいるな、人。おーい、元気かー？俺だぞー、ポッキーだぞー。みんなーチャンネル登録してくれ。なんだなんだなんだ、やばい、追われてる捜査官が。頑張れ頑張れ。おいおいおい、おー、ナイスナイスナイス。オニール早く。あ、オニールか、こいつが。やばい、マジかよ、やられちまった。なんて凶暴な奴らなの。ここじゃダメだろう。メビウスのメンバー、まだ生きてるやつがいたんだな。おお、くそ。どちらにしろどこも化け物だらけか。なんか穴に落ちてったね。登ることできるんだここに。中に入って、やばい、あの男から情報を聞き出す必要がある。やばいやばい、ちょ待てよ、ちょ待てよ。あの、なんかアイテムあるな。瓶、あー、なるほど、瓶ね。ちょっと待って、ちょ待てよ。みんな俺のやりたいことわかるでしょ。瓶をとりあえず持って、あれ、瓶持ってセバスチャン使う、これか。OK、投げるよ。はい、よし。これであんま意味なかった気もするけど、あ、やばいな。スニークキルもできるんだ。あいつらこっち気づきそうだじゃない、あいつ倒しに行ったら。いや、でも倒しとくべきだろうな。ゆっくり行こう、大丈夫。捜査官の敵も撃っとかないといけないしな。おやすみ、静かにおやすみなさい。そしてあいつか、スマートに行こう、スマートに。音を立てたり敵に見つかるのはスマートじゃない。これが僕の美学。いや、あのゾンビ弱くね？あんだけさっき人一撃で倒したのにさ、今となってはあの扉さえも破れない。俺がお前の心臓を破ってやる。決まったな。おやすみ。よし、まくった。スニークキル強いね、やっぱ。え、開けてくれよ。いや、俺マジワンチャンゾンビだと間違えられて撃たれるんじゃない？連打ね。よし。開いた。早く閉める、早く閉める。最悪だ。おい、もう、セバスチャン何やってんだ。急げ急げ急げ。ナイス、よくやった。よし、これで入ってこられないだろう。あいつどこ行ったんだ？奥へ逃げてったのかな、もう。あー、ちょっと右肩が痛い。やっぱ疲労感じるよね。うん、結構な時間もゾンビとかから逃げてるもんね、前作も今作も。よし、あいつ追ってくか。何の音？まだゾンビになってないといいけどね。あいつが若干血流してたのが心配。
こっちへ来るな。わかった、落ち着け。交渉しよう。撃つなよ。おい、フラグ立てんな。何もしないって。ほら、そうだ、仲間だ。俺たちは銃を下ろせ。俺は味方だ。うん、メビウスじゃないな。あの化け物の一味でもなさそうだけど、でも味方とは限らない。そうだな、俺はメビウスじゃない。確かに。だが奴らに送り込まれた。髪の毛もあるし、ね、あの化け物たちを見たか。奴らの力もなあ。見た。お前は相棒が犠牲になってくれたおかげで運よく逃げ切れた。相棒なんかじゃない、彼はただのユニオンの護衛部隊だ。お、僕を守るのが仕事だった。僕の仕事は機械の修理だ。めっちゃ喋るやんこいつ。こんなところで死んじゃ割に合わない。兵士じゃあるまいし、エンジニアなんだから。そのようだな。止まれ、撃つぞ。弱いな、割と。兵士ならセーフティーを外したはずだ。あれ、言ったろ、お前の味方だって。仕切り直そう。俺はセバスチャン・カステヤノス。かっけ。あ、真ん中にセーブポイントあるじゃん。オニールだ、リアム・オニール。ああ、あ、ここでずっといるんだ。え、コーヒーメーカーまであるぞみんな。え、コーヒーメーカーを使えば体力が全回復する。一度使うとドリップし終わるまで使用できない。なんで若干そこ現実に忠実やねん。じゃあ一回飲んでみるか。とりあえず興味がないのでコーヒーを入れ始める。よし、コーヒーで体力全回復って。セバスチャン何者？落ち着くな。でもこのさ、オニールとさ間接キスってこと？なんだこれ、補給品ボックス。あ、銃弾、ラッキー。もらってっていいんだよね。で、この回復アイテムもらってくるね。よし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 。クラフト台、あ、ここでクラフトできるんだ。ってことはここに何回も帰ってくる感じか。ってことはオニールとはいい仲間になれそうだな。勘だけど。なんだこれは、クラフティング、ハンドガンの弾。もう作っちゃうか、長押しで。あ、もういっぱいだ。意外と器用。トロフィーを獲得しました。うるせえ。これはなんだ。あー、攻撃力とか上げれってことか。うん、まあいや、今はまだ無理だな。了解。で、何ここは。あ、これ出口か。で、あ、ギア20個か。でも、いや、10個しかもらえないのか。あ、ギアめっちゃギア落ちてんじゃねえか。そして念願の僕のずっとやりたかったこと、セーブちゃん。ここが実家になるわけね、僕の。なるほど、いいだろう。こっちから来たってことはこっちだよね。オニール、行ってくんぞ。漏らすんじゃねえぞ。よし、ゆっくりな。外で通信機を使い少女の声を追え。なんか書いてあった、1番。了解。でもなんか少女の声って書いてあるから。何？リリーかどうか分かんないか、まだ。彼の言った信号を探してみるか。オッケー。ん？ロックオン。お？お、ここか？だいぶ遠いな。だが唯一の手がかりだ。なるほど、リリーだといいんだが。めっちゃ泣いてるね。了解。奥行けばいいのか。だいぶ遠いんだ。なになになに、地震起きすぎじゃね。ちょっと世界がなんかなんだ、なんか歪んでる。そうそうそう、
うわ時間なさそうだなマジで。急がなきゃ。なに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 、なやその、どういうことだ。スカートの中みたいな。これだけ崩壊が続けば捜索は無理だ。何がユニオンだ。本当だな。あの信号を探そう。え、待って待って待って、そういうこと。浮いてるってこと、あれ空中に。やばすぎるんだけどおかしいやろ。とりあえずこっちの方から聞こえたよね。寄ってこうよ。なんもないか。なんかありますか。綺麗なキッチン。そうでもねえななんかサイコブレイクってさ、独特のこの主人公とのなんか近さでさ、すごいプレイしにくいんだよねこれマジ毎回なんだけど、ほんとこれなんでなんだろうね。なんか TPS とも言えないし、なんか微妙な FPS とも言えないしみたいな。ヒューズ、微妙な距離感。ほんとに青春ってこんな感じなんだろうなって。地下室があるぞ。なんだ、何この地下室、怪しくないですか。お、セーブ、これセーブのマークじゃね。え、うん、このコンピューターはまだ動いてる。なんだなんだなんだ、お、周りがロードが入った。え、なんで、え、なに、ストーリー上来なきゃいけないとこなのここは。やべ、わかんない意味が。あ、またパソコンだ。武器庫へ行く。長押しで武器庫へ行く。武器持ってないから。なんだ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 。どういうことだどういうことだ。あ。出口。なんかすごいとこ来たぞみんな。ここに武器とかしまっとけるってことかな。あ、回復アイテム。とりあえずまあ。来てよかったんじゃないかな。お、開けることできるぞ。いいじゃん、もらってこうぜ、ガンパウダー。こっちは気をつけようね。なんかすごいとこ来たなみんな。全然別の場所来ちゃった。ワープしたのか。こっちで合ってんのかな。銃にしとこうぜ。どうなってんだ。あ、いいね。絶対に枯れてるであろうハーブがあるけど、誰が水をやってんだっていう、こんな地下に咲いていてさ。なんか施設っぽいねこれ。出口 J3、 こっからどっかに繋がってる感じか、いろんな出口に。お、いるぞ。マジか。ここまだ来るべきじゃないのかな。どうなんだろう。何の音。こっち向いてないよね。やばやば、なんかナイフ持ってんぞあいつ。やばい、ちょっと怖いなそういうフェイント。こっち向くなよ、お願い、向かないで。よっしゃ。ええ、マジでマジでマジで、まだ死なない。え、強い、こいつ、何やこいつ、びっくりした、めちゃくちゃ強かったんだけど。まだ来るべきじゃないんじゃない、やっぱり。青汁ゲット、1200も青汁もらえたんだけど。やば、ギアも相当集まったな。一旦もうあのオニオンの、オニオンだっけ、オニオンじゃないわ、オニオン玉ねぎだ、なんだっけ、オニールみたいなやつのとこに帰りたいな本当に。もう帰ってきたの、セバスチャンとか言われそう。今の俺にとってはオニールが妻だからね。みんなよろしく。あ、行き止まりだ。いや、行き止まりでもないわ、鉄パイプ。まだ奥行ける。まだ俺少女のさ、後を追うみたいな任務あったのに全然追ってないよな今冷静になったら。何の音だ。
嘘だろ。やばい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 。あ、食べてる食べてる。今のうちに行くか。ゆっくりな。ほい。こいつも一撃じゃないかな、もしかして。あ、一撃だった。敵によって変わるんだ。あ、なんかあるよ。え、 L と R で合わす、波長合わす。いや、ちょっと待って、全然わかんないんだが。ちょ、一旦後に回していい？これ本当にここで合ってんのか。てか調べる。壊れている。あー、ショックボルト。クロスボウを持ってこいってことか、動かすには。なるほど。でもこの波長はなんか合わせられそうだね。あ、あ、待って、合いそうじゃない？あ、来た！いいね。なかなか才能あるんじゃない？波長合わしの。あ、めっちゃアイテム落ちてるんだけど。ギア。これもだって回復でしょ？なんか。どっからの救援物資だ？オンラインって書いてある。うわ、マジで？よし、もらっておこう。いや、そりゃもらうわな、こんなん。で、斧。え、満タン？あ、てか、三角で出せたわ、これ。いや、まあ、それはいいとして、ちょっと待って。俺はもう、早すぎるの、早すぎるものをちょっとゲットしたのかもしんない。みんな。いいのかな？めっちゃ充実してるんですけど、僕。よし。瓶ももらっていこう。斧持ってけないのがちょっと悔しいくらいだけど。リロードして。できてんの？ギア。ギア170個もあるしね。ああ。ここでやられたのか。そうか。なるほど。一旦ここはこれで終わりか？なんかあるね。あ、回復アイテムだ。やった。え、OK だよね。やった、来てよかったね、みんな、マジで。うん、来てよかったのに、ありがとうっていう気持ちで今蹴ったから。で、こっから先は、ボウガンがないと無理ってことで、じゃあ一旦帰りましょう。よし、これで帰ってこれたのかな？ただいまー。これで全然別の場所だったらどうしようっていう不安あるけど。あ、そうだね。よかったよかった。よーし、やっと帰ってこれた。安心したわ。オッケー、リリーの声探し、続けましょう。でもショットガン手に入ったのはでかいよ、相当。でもまあ、あんまショットガンはね、ボス戦以外は使っちゃいけない気がする。もったいないしね。でも今回のサイコブレイク、すごい自由度上がってない？だってまっすぐ行ってもさ、右行ってもいいんでしょ、これ。で、この家の中にも入っていけるんでしょ？こことかも。え、すごいね。あ、なんかいるぞ。もう絶対怪しいじゃん。ちょっと待って。253メートルってことかな、これもしかして。あ、そうっぽいな。近づくと、いや、245歩歩数なのかな。茂みに隠れるといいと。とりあえずこっちっぽいけど、こっから聞こえてるね。よしよしよし。うわー、ちょっと怖いな。ショットガン装備していこう。何、何の爆発音今の。もうだって絶対リリーじゃないもんね。俺分かるよ、ここじゃないね、入り口。そんな簡単にリリーに会えないでしょ、だって。ゲーム的に。もう終わっちゃうもんだって、会ったら。どっから入んだ、これ。こ？違うよね。あれ？入り口が。なんか暴れてるぞ。これ？これを探してたの？これは。なんだ？あ、動ける。リリーか。リリーが来たのか、ここに。過去の何かか。開かないのか。あ、開くじゃん。リリー！いるのか？リリー！パパだ！どこに行ったんだ？足跡。あ、リリーの足跡が見える。こっちへ走って行って、なんでここへ来たんだ、一体。
何かに追われてたのかな。リリー、怖くない、パパだよ。いや、パパがリリーのこと怖いわ今んところ本当に。一回もあの悪夢見たからね。よし落ち着け、どうすれば入れる。もう絶対ここやん、これ押すんや。よし、リリーで会ってくれ。いないな、なんも。あ、なんか人形が落ちてるよ。これリリーの人形じゃね？ほら、あの記憶にあった。リリーの人形だ。ここにいたんだ。わわわ。おお。何かに追われてたんだ。鍵閉めて。リリーしっかりしたことね。で、なぜ人形置いてった？リリー、まずい、リリーが危ない、誰かに追われている。うん、あの窓がどこに続いているのか、あたりを探してみるか。レストランの裏で手がかりを探せ。オッケー、ここはレストランなんだね。あ、ちょちょちょ、これどうやって帰るの。ああ、鍵は普通に開けて帰れってことか。ああ、普通に開くっていうね。鍵開ける動作なし。誰に追われてんだろう一体。とりあえず裏へ行ってみようか。敵がいないことを信じて。俺ガソリンスタンドかと思ったんだけどね。これガソリンスタンドっぽいからさ、レストランなんだね。一応海外ってことかな。ここか。なあリリー、どこに逃げたんだ。いや、そこに話しかけても意味なくない。なんで若干リリーの視点が見えるんだろう。あの上から出てこう降りて、俺が推測するには、なんだこれは。うわ、こんな地図まであんの。新しい信号か。よし、すぐ行く。待っててくれ、もう少しの辛抱だ。そうだな、190歩か。なるほど、これでずっとついていく感じね。了解了解。こっちだよね。行かないと早く。なになになに、なんか来てる、なんか来てる。おい、セバスチャン来てるぞ。なんかなんだ、やべえやつ来た。やべえ、動きが跳ねる。待って、2体いる。痛い。嘘だろ。ちょ、待て、急に来すぎなんだよ。え、強くね、なにこいつら。ちょっと待て、強すぎる。落ち着け。弱点頭か、今当たった。あぶね、なかなか死なんの。あ、右死んだか。ラストだ。よしよかった。1000ももらえるわ。でも青汁これはいいけど、回復するか。こんな痛いの。しかも回復でもそんな回復しないからね。今結構な数ショットガン当てたよな。ショットガンの弾もうないぜ。まあいいや、リリー追うか。どこ。あ、あったここへ来たんだね、リリー。チューニング、君にチューニングを合わすよ。どっち行ったと。で、また足跡が見える感じか。よかった。何がよかったんだ。足跡が見れてか。足跡コレクターだな。こっちへ行って。車に乗った。ここに隠れてたよ。あ、隠れてたのか。びっくりした。あ、びっくりした。車を押してんのかと思った。何かに追われてんな、ずっと。で、こっちへ行く。あ、今一瞬見えなかった。なんか
あの倉庫にいるんだな。賢い子だ。確かに賢い。あそこなら隠れる場所も多いはずだ。でも今一瞬ゾンビが見えたんだよな。ちょ、バスの中お邪魔する？ちょっとだけ。はいはいはい。青汁ゲット。なんもないか、特に。倉庫の中にさ、どうやって入ろうか。何人いるかわからんけど、とりあえず全員倒すか。ショットガンあるし。それが一番いいな。ここ数人かは無理だな。お疲れ。で、君だね。あ、ちょっと待って、リロード時間かかるんだね。しゃあ、ダブルキル？本当に？ナイス、よくやった、俺。斧マックスで持ってんだよな。案外なんとかなるね、マジで。ショットガンが強すぎて。こっから中に入んのか？よろしいだろう。よろしいだろう。いいだろう。くそ。嘘。電力を復活させ。出ましたよ、このパターン。あの電線が電源につながってる。わーって声聞こえたんだけど、なんか後ろにいるんだけど、なんか後ろにいるんだけど、いってえな、お前。ちょっと待てや。今まだムービー中だっただろ。それはやっちゃあかんって。それはやっちゃあかん。あの電線がつながってるって絶望的だな、おい。あれ、どこにつながってんだ。ここか。これ、こっからできない？あ、できるわ。先に倒してた方がいいでしょ、絶対。気づいてなかったしね、まだ。よし。これか。斧全然使ってないけどさ、俺。結構斧落ちてるから、うまくいってくれ。いっぱい使えってことかな、斧。青汁だけもらって。うまくいってくれよ。よし、オッケー。うまくいったね。リリーちゃん。リリー、優しい声。さすがパパ。リリー、急に。おい、クソ、閉じ込まったな、完全に。リリー、青汁パル。とりあえずショットガンの弾充実してるから、いっぱい使っていくよ、ショットガン。青汁。あ、リリー、上からだ。聞こえたね、今これ。ガンパウダー。どこだ？上に上がるってことはここか。開かない。こっちか。今ぶち破ったぞ、リリー。ここを張っていったのか。どうにかしていかないと。でもここ木だからいいじゃない。強いな、マジセバスチャン。マジ怪人なんだよ。勇敢で来ても聞く。うん。あの子なら大丈夫だ。俺が早く見つけないと。これが親バカです、皆さん。聞こえたんだけど今。いるね。上って言ってたけど先に倒しとこう。後から。俺何もやってないけどね、今のは。あれ？え、どこ行った？あいつ。あれ？消えたな。あれ？消えてない今。ここ下行ったの？さっき。ほんとに？え、なんか一瞬で消えた感あるんだけど。うわっ、来た！あ、てかなんかはしごあんじゃん。こっちで正解だった、もしかして。正解だった可能性ある。やったな、セバスチャン。っていうか俺、勝手に新たな道を見つける男。てかショットガンがマジで有能すぎる。俺は嬉しいぜ、ショットガンちゃんに会えて。毎日磨いてあげるからね。あ、クラフトだ。なんかクラフトあると急に気が抜けるんだけど、ツールキット。やったな、でも。クラフティングするか。ショットガンの弾が欲しいんだ。たくさん。3つ作っとこう。よし。ハンドガンはいらないよ。今いっぱいあるし。んで、グレードアップ。165個もあるからね。攻撃力上げとこうぜ。ハンドガン、ショットガン、ハンドガンのやつ上げとこう。あ、ショットガンの弾だ。めっちゃ手に入んだ、マジで。ハンドガンの弾も。
人形だ。だがリリーはどこだ。本当だ。なんでこんな血の上に。2体目だぞ、しかも。おーおーおお。何リリーして。ここへ入ってきて。どうしようってなって、行き止まりってなって、そこ隠れた。え、いいんじゃねえじゃん、そこに。誰だ？スーツ。うわ、リリー賢っ。マジで。うわ、誰か見えないな。あ、でも出てっちゃったんだ、リリーは。あ、ネズミ。うわっ！びっくりした。捕まってんじゃん。やつだ。カメラを持った殺人鬼。ああ。あいつがリリーをさらったのか。あいつか。どうして気づかなかった。落ち着け。考えろ。リリーを助けるんだ。通信機に新しい信号はないな。ないんだ。他に方法はないか。オニール。信頼できるかは分からないが、俺がリリーを思うくらいここを出たがってるのも確かだ。うん。ここ何回も確認してくれるけどやっぱいないわ。オニールか、セバスチャンだ。聞こえるか。なんだ。クソ、こんな時に通信が悪いな。外に出た方がいいか。なるほど。はい、これ外に出た方がいいかっていうのはね、これ確実に敵が出てくるっていうことだからみんな気をつけて、ほんとに。でも弾はもう満タンだな。やっぱりオニールと共に行動することになるんだね。俺はそんな気はしてたぜ。でもガンパウダーゲット。よし、オニールの元へ行くか。とりあえず外に出る。はしごを使う。オッケー。まあショットガンもうバリバリ使ってから俺。うん。この音楽、ね、この懐かしの音楽みたいな。夏メロかけんのやめてもらっていいですか。なんだ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 。あいつじゃん。いや違うわ。どうなってる。いや、ワープしたわ。音楽が鮮明になった。何が起きてんだ。あ、死んだやつの写真じゃね。いや、グロいな、マジ。待て待て、誰かやられてる。ここで。博物館みたいな感じでしてんの。ここに登ることできんだけど。やばいぞ、セバスチャン、それはマジで。すごいぞ。捜査官ですね。なんだここは一体。何？え？スマイルフォーミー。見つけたぞ。リリーはどこだ。やつをまた見失うわけにはいかない。うん。やばいやばいやばい。見つかってはいけない、絶対に。で、ここにいるってことは、リリー、本当に、すぐにいたってことだよね。近くに。リリー、逃げ足パなくね？あっ。おい！貴様！あの子をどこへやった？話しかけるんかい。嫌な感するぞ。もう絶対に素敵なやつが。はいはいはい、3体ですか。クソか、最悪だな。あいつ何でもやる放題だな。ちょ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 、言ってんだよマジで。いやマジでさ、どう戦おう。倒すしかねえんだよね。待て、外した、もったいな。やべ、ちょっと待てよ。倒したか。まだ生きてんの。リロード早く。
っそ、まだ生きてんだ、まだ生きてんだ。マジ鼻くね。さすがに死んだ。肉体派元刑事ってお前、そんな気の抜けるトロフィーやめてくれ。あ、でも全員倒したのか。また見失った。今度はオニールに繋がるといいが。あ、よかった倒したっぽいぞ。オニール、セバスチャンだ。死んでなかったんだ。最低だな。じゃなくて生きてたんだね。よかった。いや聞こえてるから。コアの場所は。いや、だがさらったやつは突き止めだ。うん。だがやつには何か特別な力があるらしい。ある。見失ってしまった。それなら役に立てるかも。嘘。とんでもない周波数を受信したんだ。おう。発信源は視聴者だね。よくやった。場所は。上を見て、大きな時計塔がある建物が見えるかい。え、あそこに行くの。それだよ。あんなとこまでどうやって行けって。うん。一言じゃ説明できない。一旦戻ってくれ、説明する。おーい、了解だ。今から向かう。やばい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 。あいつなんかこの世界を操ってる感あるよね。なになになに。え、なにこれ、時間になると溢れてくるのこれ。え、え、え、俺が倒したやつが。いや、足細っ。パリコレモデルかよ。なに今の。復活したぜみたいな。最悪だな。弾取りに戻った方がいいかな。とりあえずここのやつもらって、まあいいや、オニールのとこまで戻りましょうか。何事もなく帰れたらいいんだけど、こんな帰れるようなゲームじゃないよね。ショットガンの弾あるか。これか。オッケー、いいね。じゃあ戻りましょう、オニールの元へ。よっしゃ、とりあえず何事もなくオニールの元まで帰ってこれました。平和最高。ということで、ちょっと一旦今日はね、ここでセーブして、また次回空中に浮いてる市役所に行きたいと思います。この鍵をかけるスピード好き。ということで、じゃあ鏡の中に入ってセーブして終わりましょう。楽しいね、サイコブレイク。自由度上がりすぎてちょっとカット多めになるかもしれませんが、また次回続きをプレイしていきましょう。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね。じゃあポッキーでした。また次回の動画でお会いします。バイバイ。